はい、皆さんこんにちは、シスです。ドイックです。よし、じゃあね、ギードの祠か。そう、ギードの祠。なんかね、召喚獣ゲットしたんだよね、先週。カトブレパスだ。カトブレパスね。そうそう、バリアの塔で変なのに食われてバッツがなんか鏡の世界にね、吸い込まれてね。バッツだけ壊れてたな。ってことは命中率上げて攻撃しないといけないわけだな。多分当たる、ブラッドソードは当たらない代わりにきっとすごい強いんだろうな。やったことないからわかんないけど。よし、少し休んでいこうか。寝ようか。椅子だけどなこれ疲れるだろうな。これ明日体バッキバキよ、もうバッキバキ、うん、モンスターと戦ってすげえ疲労してる体で硬そうな椅子で寝てるからな。でも元気になった。よーし。そもそもね、ギードの方からね、どうやって行くんだろう。これ行けるのかな、普通に。沈んだから多分行けるよね。そうそうそう。お、え、2箇所あるぞ。あ、右下の方だな、ギードの方は。そうだよね、ギードの方から右下だよね。よし。なんかさ、最近あったかくなったね。あー、あったかくなったわ。びっくりしたよ。なんかもう、マフラーいらなくなったわ。ほんと。シャリで会社行ってんだけどさ、もう暑くてさえ、あれ、あ、浮くの浮くのえ、どうしたボタン押したら浮くの、これ初めて知った、うん、よし、行こうぜ。船の代わりにもなってるからな。ギートの祠。あー、これ近接当たらんやつやったっけ。硬そうだな。硬いやつか。いや、柔らかいやつだな。十分通ってるなこれ硬いやつかどうかはレナじゃわからない。あ、でもいけんじゃん。あ、弱。あ、弱いな。よーし、とりあえずバッツが盗むを覚えて、ファリスが龍剣を覚えるまでは、うん、ちょっとね、パーティーが2人はまだ、うん、育成しないとな、ね。あ、なんかここめんどくさかった気がする。そこなんかさ、右に隠し通路みたいなんじゃないの、あれ。もう右側行けそうだけど、下からもあるのかな。あー、いや、え、宝箱取られてるし、俺悪いことしたっけな、牢屋から出してる。なんか怪しい空箱だ、中に大きな石が。持ち上げますか。これハイにしたらなんか絶対あるよね。でもここはハイにしないと。あ、押さざるを得ないな。あ、思い出した。これなんかどっか別の宝箱に入れんだ。はい。左がいたから左行こうか。これでもしかして4箇所開くのか。そういうことだな。全パターン見ていかないとな。先制攻撃のチャンス。メタモルファー。あー、なんかいいもん落としそうだな。でもレナが倒しちゃったレナちゃん、おお、お、強い。意外、レナで倒せなくなったな。あ、強い。なにこれ。え、召喚獣こいつ。やばいやばい。お、強い。え、強い。え、強いってあの最初に変えるやつ。うん。え、これ何、召喚獣違うよ。え、ボス、ライフラしてみたら。あ、倒しちゃった。ただの雑魚敵だけど平均値多いのかな。結構やっぱ強くなってきたね、雑魚も。あ、ごめん、なんかちょっと電話が。うん、行ってらっしゃい。よーし。え、行き、うっそ。え、行き止ま、あ、お、行き止まりだ。嘘。じゃあ、よし、戻るぞ戻るぞ。石回収、石回収して、はい、総当たりするの大変だな。で、こっち、はい、あ、右開いた。さっき見えてたところかな、これは。よっ、うわ、なんでこれ、これ当たりっぺえな。あー、なんか上よかったな、さっきこっち来て。ってことは右の扉は外れなんだな。はい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 。右から、ちょうど真ん中の扉が開くように石を置けばいいわけだな。このさ、おじいちゃんさ、うん、右手に爆弾持ってね。
いや、あれ、魔法、魔法、あ、変身した。あ、まだ、盗んでた。変身しない方が良かったんじゃないの。なんか弱くなってる。何これ。何だったんだろうな。弱体化したけど。そうだよね。ちょっと気持ち悪くなっただけだった。中に大きな石が持ち上げますか。うー、これは重い。レナ頑張るな。うん、確かに。あ、これ当たりっぽいな。そっち正規かな。これは当たりっぽくね。ちょっと。まあ、一回行ってみようか。うん。おお、え、芝居乗った。マジか。これ本当に、本当に島の攻撃してくんのかな。ブリザラとか使ってくんじゃない。お、楽しみ。ほら、来いよ、来いよ。ダイヤモンドダストとかやってくんのかな。ねえ、そうだよね。混乱した。すげえいいタイミングだったね、今。あ、何もなく終わっちゃいそう。芝の攻撃見たかった。うわぁ。ちょうど混乱して自分殴ってたからな。はい。あ、っていうか、なんだろう、今まで出会った敵の何かに変身するのかな。おお、あー、こっち正解だな、きっと。まあ帰る。ツインランサーだな。お、え、お、ん、なんか隠し通路じゃない。てかさ、この部屋マジ暑いんだけど。知らんから。暑いからさ、窓開けたいんだけどさ。うん。あれじゃん、PM2.5 と、黄砂と、花粉で開けられない。しかもさ、黄砂のさ、周りにさ、PM2.5 がつくとさ、うん、さらに悪い物質に変化するって、今日朝ニュースでやってた。マジで？うん。発汗性物質。西日本やばいじゃん。やべえんで、うち。よし、地下4階結構長えな。で、愛知はなんかね、外出禁止令っていうのが出るようになった。 PM2.5 の濃度によって。あ、マジで。うん、なんだったかな、朝6時か7時くらいに一定の濃度以上だと自治体のホームページで連絡っていうね。見てないからよくわかんないんだけど。お、あ、なかなか見ないだろ。カメだ、カメだ。俺カメには嫌な思い出しかねえわ。なんかさ、 2ゴールドくらい拾ってさ、殺されたんだよ。ギルな、ギル。ギル。10ギルだっけ。うん。あ、竜宮城。数十ギルだったな。お。え、これ今、上。新しいとこ来たのか。うん。ほいほいほい。あ、はいはい。なんかこれは、ゴールっぽいな。これがもしかして、あ、亀仙人。なるほどね。やばい、レナのパンツ。は？見られる。もう何を言い合いしたの、急に。え？ドラゴンボールの話よ、ドラゴンボールの話。めっちゃいじめてる。待って、やめんか。いたずらっ子だな。こりゃ面白いや。やめんか、カメが喋った。賢者ギード、おお。やっぱカメは万年って言うもんね。うん。それは2000年も生きるわ。やっぱ初対面の印象最悪だな。でもさ、こうなることもすでに見越していたわけでしょ、ギードは。あ、マジで。うん、いじめられることすらも。急がなければならんのだ。エクスデスのことか。そうじゃ、奴の狙うものはムーアの大森林にある。うん。ムーアの大森林ってどこだっけ。サーゲート城の西に広がる。まだ行ってないところか。ほう、生まれ故郷に。まだ行ってないな。エクスデスさんの。500年前、ムーアの森に封印した者に群がった邪悪な心が、一本の木を魔物に変えた。なるほどね。あ、え？それがエクスデスなの？そう、エクスデス実は木だったの。エクスデス木だったの？
あ、うん、ほう。30年前の暁の四戦士との戦い。そうじゃ、ドルガンたちはよくやってくれたエクセスをクリスタルによって封じてくれた。だが奴は蘇った。俺たちのせいで。封じたものは蘇る。そうだね。今度こそ倒さなくては。奴はどこに？多分、ムーアの大陸、そこに眠るものを奴は求めている。ああ、なんだろうね。永遠の命かな。さあ、そこには一体何があるんでしょう。森か。森に命はなかった。タイムカプセル、タイムカプセルじゃない。タイムカプセルってことすげえ昔に自分が埋めたやつじゃない。一人で埋めてたらなんか悲しすぎるだろう。ゼサの敵討ちじゃ。エクスデスを倒す、行きましょう。ムーアの森は生きて、生きているの？やばいな、森規模で敵だときついな。一本一本がエクスデスってことだもんね。いや別にエクスデスなわけじゃないの。一本だけ X でしたってだけで。長老の枝を受け取った。え、なにこれ。これがあるともしかして襲われないのかな。うん、多分これがない状態でムーアの大神に行ったら追い返されたんだな。これがないと入れないと。X ですと思ってるのかな。 X ですはもともと木だったからなんか大丈夫なんじゃない。あ、そういうことね。そこに住んでたわけだし。確かにね、自分の故郷だもんね。頼む、ムーアの大森林に行き、そこに眠るものを守ってくれ。タイムカプセルか、エクスデスさんの。別に守る必要ねえけどな。やっぱ黒歴史なんじゃない。ちょっとさ、昔さちょっと恥ずかしい作文とか書いちゃったんじゃないの。マジで。ちょっとかわいそうだろ、そしたら暴きに行ったら。ちょ、将来の夢とかそういうのさ。マジで邪悪な心の夢とか。そう、多分そういうやつよ、そういうやつよ。でも実際叶ってるからな。ある意味ね、世界統一し始めそうだし。確かに今統一しつつあるからな。もうね。でもなんか俺エクセスさんに何も悪いことされてねえもん。マジでバッツの親父とか多分エクセス関係で死んじゃったけど。え、バッツの親父ってさ、病気じゃなかったっけ？病気だっけ？か、行く前ぐらいに覚えるんじゃない？そうだね。あれ？あ、こっち。もう、やだわ。もう、杖何本目？ 8 本目ぐらいじゃない？こんだけあると、打っても、ちょっとはお小遣いになるんじゃない？ならねえよ。10ギルとかだろ、どうせ。そんくらいかな。で、このフロアの下だな。そうだね。とりあえず真ん中に戻しておくか。いや、右下じゃない？え、最初真ん中だったべ。ここまで行ってない。右下行っても右側開くだけだべ。これなんか、そこ行き止まり。なんもないんかい。薬師がいたら薬師か。お下とかなんもないの。あの下道ない。ない。あ、それ道ないんだ。じゃあもう出ようか。うわーい。よし、戻ってきた。一旦休んでムーアの森行こうか、うん、はい。これか、ちょうど左だね。よし、そうそうそう。まあ敵出ないしさっさと行けるべ。もういい、操作していく。上は下に行こう。落ち着け。こっちだっけ。いや、もうちょっと左下だろ。これさ、なんかさ、下からこう浮くとさ、レアなとこに行けるとかねえの。ああ、なんかあった気がする。なんか下行き過ぎな気がするんだけど俺。ああ、そこ陸伝いに行けばよかった気がする。全然まだまだだな。
ていうか今お前が言ったやり方じゃないとムーアの大森林があるところに行けなかった気がする。なるほどね、着いたよ。ここかな。うん。お、町がある。ほい、ムーアの村。よし、着いた。うん、よし、ちょうどいいね。到着。着いたところで今回は、終了です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。